ディオです。はい、エンジンやりましたんで、でこれをくっつけようかなと、まあ、思って、そうでございます。はい、それにしてもね、最近ね、赤信号無視無視みたいなね、通行禁止でも無視無視とか、歩道上でも無視無視とかね、自転車で R みたいな、はい、あんまりね、だから俺ある程度ちょっとほらいいと思うんですよ。変な話、変な話ね、変な話、そんなに何でもかんでもルールに縛られなくてもね、だそういう乗り物っていう見方もあるんだけど、あまりにもやりたい放題だとちょっとね、そう変な規制が入ってね、うんね、嫌じゃないですか、ね、変な規制っていうとあれだけど、ね、結局そのあたりをちょっとだからほんの少しね考えればいいんだけど、やっぱりちょっとね、だからほら法律上どうのこうのっていうのが今ね、無免許で乗れるどうのこうのなんていうのがあると危ないとかね、やはりなんだって、まあ、そういうのも出てくるんですけど、でも基本的に無免許ってねいいんですよ。無免許で乗れるっていうのはそれも素晴らしいことなんですよ。ただ別に交通ルールを勉強すればいいだけの話で、ちゃんとねそういうのやって乗りましょうっていうね、そういうふうにすればいいんであって、何でもかんでもあダメ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 ってやるとあれなんですよ。ただねやっぱりね、赤信号でも無視無視ってやられちゃうとね、危ないですよ。あといきなり車線変更とかね、そう後ろも気にせず車線変更とかね、うん、あと左側通行だよね、やっぱりね、普通の道路だと左側通行してほしいんだけど、ね、右側でもどこでも関係なしに、走っちゃうとかね、うん、でそれやられちゃうとちょっと危ないんでね、そう危ないんですよ。でもまあある程度はまあね、そう素晴らしい乗り物だね、自転車ね、で特定小型原付っていうのがね、はい、無免許で乗れるっていう素晴らしい乗り物でしょ。無免許で20キロまでしか出ちゃいけない。でも考えてみると他の国だとなんかほら25、ヨーロッパだと25キロまでしか出ないやつとかありますよね、 50cc でね。あれって無免許なんですかね。なんかね調べたらよくわかんないな、フランスとか。そうフランスとかよくわかんないんですよ、うん、でほら前にコメントでね、何でしたっけ、車のライセンスで125までのスクーター15馬力以下ね、15馬力以下の125のまでのスクーターに乗れるみたいなね、あと高速道路をほら走れるとかフランスとかだとねっていう話がね、まああったんですけど、あったんですけど、それに対して今は違いますってね、それで事故が増えちゃって、そういうのはやってませんみたいな話でね、ちゃんと調べてくださいっていうあれだったんで見たんですけど、わかんないんだよね、フランスのあれを申請のあれあるじゃないですか、向こうのやつね、で見ると車のライセンスだと125までのどうのこうのって書いてあるんですよね。であとトラクターとかなんかいろいろちょっとなんか運転できるものがどうのこうのみたいなのがねあるんですけど、ちょっと分かんなかったんですよね、うん、そうで調べたらね、サイトを載せてねコメントで返したんですけど返ってこないんで分からないんですけど、どういうねあれなのかね、なってるのかね、うん、まあ実際のところはね、こうセンスター下ろしてやるとセンスターがぶつかるから、やっぱこの状態でやりたいんだけど、やっぱ難しいですよね、くっつけるのね。軽いからね、自分で手で持ってグッてできやれるかもしれないけど、それだとあまりにもなんかね力技みたいな感じで嫌だから、やっぱジャッキこっちをジャッキで上げるのがいいのかな。でこれこの辺まで行くでしょ、でやるとかね、うん、いろんな方法があるね、はい。でね、カスタムジャパンとかねあるじゃないですか、ああいうとこで特定小型原付のバージョン売ってるんですよ。そう TKG っていう、特定小型原付の略で TKG です。卵かけご飯じゃありませんって書いてましたね、わかりますよね、はい、ね、あえてねそう言わなくてもねね、そんなような説明でやってましたけど、うん、で前のやつはそうじゃない、ね、いわゆる普通の原付バージョンだったんですけど、それを特定小型原付バージョンにしたやつが売ってるんですけど、6万いくらだったかな、だから税込みで7万弱ぐらいで安いんですよ。だから その手のやつとしてはね、その手のやつとしては安いんだけど、仕入れが値段一緒なんだよね、わかります言ってること。普通に あそこはパーツダイレクトだとかなのかっていうところで売ってるんですよ、普通に売ってるのあれを、それをね、うん、売ってんだけど、で
問屋契約してでしょ。だから問屋の契約でそれ見られる、あの問屋からのそっちでも買えるんだけど値段一緒なの。だからそしたらほら買わないでしょ。で自分で使うなら別に自分で使えってことなのか。だからそれを売れっていうことね、販売することは想定してないのかなとかね、あの一般のお店がね。だからちょっとね、やっぱりほら金額一緒だったら売れないでしょそのままじゃ。じゃあどうせ上乗せするしかないじゃん。そしたら何ですか、自賠責の手数料とあれだけになっちゃうじゃん。なんていうの、登録代行、あれ登録しなきゃいけないから登録代行手数料ね、何千円ってもらうとかね。で結局それだけになっちゃうでしょ。で納車整備代っていうのあるのかな、納車整備代っていうのもらうしかなくなっちゃうじゃないですか。だからそれはちょっとね、なんかどうかなっていう気もするんですけど、ね、だから安いね、そういうことですよ。利益がないんじゃやらないから当たり前だけどね。でほらああいうのって試乗車とかあった方がいいでしょね、お気軽にね、あどうぞっつってね、あちょっと乗ってみたいっつって、あいいですねって、おいくらなんですかって、あいくらですっつって、あじゃあ買おうってね、でネットでも売ってるとかね、ネットだとなんかネットの方が安いじゃないかみたいな話になってきたら、ね、そしたらネットで買いますよね普通ね。そういうことになっちゃうんだよ。やっぱりほら自転車の延長みたいな感覚もあるから、それだったら自分別に買って開けてね、箱開けて自分でまあそんなに特に組み立てとかないんだったら簡単にちょっとねっていうような感じになるじゃないですか。ならないかな。だからもう手でやろうねえ、なんかねちょっと変だなってそう価格的にね。そうただですよ、あのそのカスタムさんはね、たまにクーポンでね何パーセント引きとかあるんで、はい、だそれで買えば、その時に買えばもちろんほら安いね、そう安いっていうかその分値引きになるけど、その分が値引きになるだけだからね。どうかって思うんですよ。だってほら毎回あるわけじゃないから、お客さんが欲しいって言われた時にあのできないじゃんそれね。そこですよね。はい、よしサスペンションもつけちゃおうか。ここでサスペンションつけた方がいいよね、今変な状態になってるから。ね、はい、サスペンションで納豆これ入れてね、ね、納豆入れて、俺これでいいんだよね、こんな長いの、これしかないもんね、こんな長いんだ。でサスペンションはあれ車外です、車外、はい、ノーマルじゃないですね、はい、もう今じゃね地位を築いたね、 YSS ね、タイのメーカーですね。いつの間にか地位をね気づきましたね。ね、これ普通だったら KYB だの昭和だとかがいろいろ出してね地位を築くところかなと思ったんですけど、やっぱりあの海外にはかなわないということですかね。 YSS ね、 YSS、はい、のリアショックね、はい、でこれが純正の、しょぼいリアショックね、はい、しょぼいやつ、気持ち長いな、気持ちな、同じぐらいですね、同じぐらいですよ ね同じだよ ね、はい、でこれを取り付けると、まあ、いうことなんですが、どれだろうな、これかな、違うな、細いの、あれ違うな、これだこれだこれだ、ねだね、これね。でちょっとあのそうは言ってもグリスはちょっと塗った方がいいよね、はい、で組むね、ちょっとだらしない状態だね、前が軽いから、ね、何にもついてないからね。それでこういう状態になっちゃってるんだよね。で今だったら前をもっと下げてもいいわけだから、これちょっとジャッキをやめて、どうやるのが一番いいんですかね。でスパークプラグは1番から2番高めにしてくださいって書いてあったから、頼んだんですけど、頼みました、ないのこのプラグ、今のプラグじゃないからないんですよ、残念ながら。そう、今風のプラグじゃないんだよね、なんて言ったかな、 BR7 普通っぽいでしょ、だから B から始まるやつがもうないんですよ、最近使わないんでそういう大きいやつは。だからちょっとね困るんですよね、そういうのがあると、はい、これこっちからですよね、入れんのね、
で、でこっち側ナット使うんじゃないのかな。あれ？おかしいな。これじゃないのかな。これじゃないな。でもそれしかないな。でなんでだろう。あれ？なんか合わないね。なんだろう。なんでナットあんぞこっちに。ってことはこれじゃないな。あれ？なんか勘違いしてます？でもこれしかないんだよね。あれ？ここにもあるな。これなんじゃないの？あ、こっちか。あれ？長さ一緒だな。え？他に何があります？わかんねえ。これ違うな。入れたやつ違う。これアクスルだな。違うかな。なんか違うのがありました。こっちじゃないかな。これやたら綺麗だから。うん。さすがに、アクスルボルトはこんな綺麗なわけないんだから。うん。なんか長いなと思ったんでね。少しね。お、気持ち長いな。これ抜いて大丈夫かな。この状態で抜いて大丈夫かよ。いろんなところでアウトになるパターンだな。頼んでた。よし、来た。じゃあこれは送らなきゃいけない。すいません、部品が来ました。この間、先日お見えになってね、部品が欲しいって、キムコの部品が欲しいんですかっていうお話で、で、その方、はい、の部品が来ましたんで、入れ替えじゃなくて、入れ替えじゃないや。あれしますね。はい、送りしますね。そう、送ってもらえますかって言われたんで、あ、いいですよ、つって。はい。そう。で、長さな、そうだね。ちょっと長いなと思ったんでね。アクスルだった。やべえ。違うんです。まったく。ね、はい。このボルトも違うな。なんだろうな。なんか違うな。こっちが、これこっちだ。あ、いいね、いいね。これじゃんや、これだよね。ね、はい。で、今、いろいろ、ねじるところがたくさんあるのですが、これですね。これがここだ。ね。これがここだよ。うん。まずい。そう。うん。まあ、いろいろあります。はい。さて、そんなところでね、これサスペンションを、はい、くっつけて、ね。合体させればあれでしょ？いいよね。そして、下側が、これかな。下側どれだろうな。長さからして、これか。あ、これだ。普通の六角なんだ。フランジボルトじゃないんだ。へぇー。やだね。フランジボルトがいいっすよね。あ、そうだ。フランジボルトじゃないんだ。ここに当たってる跡があるの。フランジボルトがいいですよね。どうなんだろうな。フランジボルトにしよう。同じぐらいの長さのね。うん。いいフランジボルトが見つからないから。すいません、ナットで。あ、だからワッシャー入れますね。ワッシャー入れてね。そうしないと、ちょっと。ね。はい。ケーブルを入れ替えちゃいますかね、先にね。その方がやりやすいですよね。で、これ開けて、
で、これがスロットルケーブルか。これブレーキケーブルか。そう、やっぱこの辺みんな外さなきゃダメだね。はい。ね。そしたらば、ですね。メーターケーブルと、スロットルケーブル。あとブレーキケーブルあったよな。あれ？そう、リアブレーキケーブルが、確かもうなくて、そう、まあ、出ないんで、うちにあったやつがあったんですよね。そう、昔から、昔買ってあったやつね。はい、買ったのかな？あ、まあ、買った、あ、そうか、買ったんだね。買ったには違いないけど、別にそう、別にこれで使うとかそういう理由で買ってんじゃなくて、まとめていろいろ買った時に、ついてた、こちらですね。そうすると、ここに、よいしょ。こういうとこ止まってんだね。で、外して、これついてんじゃないの？もしかして、金具。違うかな？あ、ついてないか。あ、これブレーキだ。ごめんなさい。スロットルこっちだった。スロットルこうだ。よし。ね。これスロットルケーブルですね。はい。そしたら、ついてないものがあるな。これね。そう。で、これがここなのかな。ね。ここにね。はい。かかるんですよね。で、こう入ってきて、で、ここ通して、で、ここ通して、こうかな。こういう感じになるのかな。ここに、あと残ってるからね。で、ブレーキケーブルもちょっと変えた方がいいんだよな。それで、スロットルはこっから、で、ここにオイルポンプに引っかかると。ですよね。はい。オイルポンプにかけて、はい。かけて、すんげえグリス塗ってある。シリコングリスがベタベタ塗ってあるわ。純正ですごいわ。この、うん。何これ。なんかあるんだね。これ切れるとかそういうあれかな。なんかうわすげえわこれ。うん。このブーツの中にいっぱい塗ってある。はい。そして、で、これはキャブにこのままこうやっていくのかな。ね。こういう感じでね。はい。で、キャブはまだないんで、つけてないから、このままとね。はい。うん。で、足回り、あ、そうか、カバーを戻してから、戻しながらじゃないと、順番間違えると、多分、またあーって言って、また外して、ってことになるんで、順番を守ってやんなきゃいけないということですよね。どうやってやるのかな？どっから始まるんだろう？リアのブレーキケーブルをですね、はい、交換しました。思わず探しちゃいましたね。何探してんですかね。ね、ここにあった。やべ。あれ、ないな、ないな、ないな、つって、多分1時間ぐらい探して。で、掃除しながらね、いろいろ掃除しながら、まあ、だから、まあ、いいでしょう。掃除したからね。はい。ということで、これ、ついてたやつはもうガチガチ。うん、硬い。うん。もちろん、こうやって引くわけじゃないから、これレバーでガッて引くから、引けて、さらに、まあ、スプリングで戻してるから、まあ、戻るんですけど、中錆びてなければ、潤滑剤入れればまた復活するかもしれないですけどね。で、新品に交換しました。はい。まあ、途中でももう20年以上前のね、ブレーキケーブルですから、はい。で、スロットルケーブルはこちらね。はい。両方変えましたね。はい。それでですね、こちらはね、スロットルケーブルはどうかな。あ、スロットルケーブルはそんな、まあ、悪くはないような気がしますけどね。うん。で、スロットルケーブルは確か新品出たんですけど、ブレーキケーブルが出ない、後ろのね、後ろのブレーキケーブルが新品出なかったんですけど、まあ、うちにちょっと探したらね、はい、そう、スクーターの、そう、この辺のパーツが結構ね、昔、オークションでね、安くまとめて、こう、未使用品みたいなの出てたんですけど、そういうの買ってあったから、はい、で、スクーターなんかほとんどやらないから、いらねえなと思ったんですけど、ずっと置きっぱなしにしといたから、それが今、役に立つと、まあ、いうことですね。はい、その頃また売りに出してもね、値段つかない形でね。で、ブレーキケーブルね、新品。で、ベルハンマー入れて、
はい、とりあえずつけたよ。だから綺麗だね。ケーブルが黒黒としてて綺麗です。はい、さて、そしたらですね、フロント周り戻していく、うん、っていう感じじゃないですかね。大丈夫かな。こっち側はあれか、これはあれか、うん、あとタンクもさね、まずタンクくっつけて、それからあとホース類を新しいのにして、っていうことで、そうですね、まだまだ先長い気しますね。そうです、長いですよね、まだね、うん、まあ駆動系とかまだまだ、あとそう全部やった後でもおそらくそのままエンジンかけてはい OK ってわけにいかないので、うん、ボアップされてますからね、はい、ですから、で廃屋にしてくれって書いてありましたね。廃屋、まず廃屋、廃屋にすることと、あと混合、いわゆるタンクの方にも焼き付き防止のために、オイル入れてください。あと 100% 化学合成オイル使えって書いてあります。 100% 化学合成オイルを使用してくださいって書いてありました。はい、だから普通に一般に売ってるオイルはあれはダメっていうことですね。だからオイルメーカーのやつね、普通のなんかカストロールとか、まあ、ワコーズもあるでしょ、あと、まあ、エルフもあると思うし、まあ、いろいろあると思いますけど、そういうやつを使うっていうことですかね。はい、高いね、ちょっと高いですよ。だからね、 100% 化学合成オイルね、はい、で柔らかいから多分すぐなくなっちゃう、雰囲気的に、うん、そんな気がしますけど、どうでしょうか。まあ、だからそういうのを使えば焼き付きね、うん、そう、さらにガソリンの方にも混ぜるっていう、何パーセントかね、混ぜてくださいって書いてありましたね。はい、そうなのね。あとメインジェットは、まあ、ノーマルマフラーを使う場合、これ基本的にノーマルマフラー、車外か、ノーマルと同じやつ、形の KN のマフラーですね。はい、多少抜けいいのかな。そうするとメインジェットの番数を何番か上げてくださいっていうね。はい、まあ、そんなような、あとプラグとね、プラグも番数上げてくださいみたいなね、そんなことが書かれてますけど、まあ、あとは結局自分で、セッティングして乗ってくださいっていうねことだと思うんですが、はい、ちょっとね、はい、そのあたりが、うん、ね、大変ですよね。ね、分かんないとね、なんだか分かんないって話になってくるんで、そうか、はい、そう、焼き付きとか結構あるみたいなんでね、やっぱりこのあたりのはね、うん、だ気をつけないと、組んだはいいけど、なんかすぐダメになっちゃったっつってね、まずいじゃないですか。はい、あと、メーターケーブルもね、これも変えますね。はい、ケーブル類はみんなもう交換。はい、もうレスト、フローレストアみたいになってね、なってきてますけど、まあ、とりあえずね、はい、そういうのはやっとかないと。はい、でガソリンタンクは外側を錆止め塗料で塗って、一応塗ってあるんですけど、うん、それを戻してねっていう感じですね。でステムベアリングは前にやったでしょ、これね、ね、こう交換してますね。はい、グリスね、たっぷり塗って、でちょっとステムこう塗ってあります、黒でね、はい、錆だったんで錆落として、まず錆止めを塗ってから、その上から塗料を塗ってます。はい、そのまま塗っても落ちちゃうからね、はい、錆止め塗料の上から塗ってます。はい、どうですかね。でフォークはもうオーバーホールしてあるんで、まあ、外装を戻しながらフォーク、先にフォークで大丈夫か、フォークつけて、それでカバーをつけてからホイールとかですかね。はい、でホイールはもうベアリング変えて、あとタイヤももう新しいのついてますから、あとブレーキディスクも新しくなってますね。だからその辺をもうつける、後ろはただまあホイール、もうタイヤ入れ替えてありますから、それを後ろにくっつけるという感じですかね。はい、そんなところで、やっていって、ホイールつければね、ホイールがつけばこう押し歩きができるようになるから、フレーム結構綺麗で良かった、うん、フレームがダメだとねちょっと残念ってことになっちゃうんですけど、フレームがねしっかりしてるそうなんでね、はい、そのあたりは良かったんじゃないかと思いますけどね。はい、ディオの ZX でございます。なんかちょっとね形になったかなと思うんですが、はい、ただですね、まあ、ちょっと、やることいっぱいありますよね、まだね。はい、でホース類をやっぱ新しいのにしないとということで、ただ出ない部品、例えばですね、燃料ホースとかはそこだけの部品で出ないんで、まあ、汎用のやつを使うから、ホンダとかももうサイズで長い何センチみたいな、30センチ、60センチだっけ、60センチか1メートルかなんて、ね、そういう売り方してるので、それを買ってきてっていうようなねやり方で、はい、スーパーカブ用のやつがあったんで、それ大体一緒なんで、それを使ってますね。はい、あと、不圧ホース、あと燃料、オイルタンクからのホース、それは確か出たんで、新しいの買ってあるんですが、でオイルタンクのオイルは全部ね捨てて、で 100% 化学合成のものを使うと、いう指定なんでね、指定シリンダーのね、はい、それを使うと、まあ、いうことですね。でケーブルでしょ、類を新品、ブレーキシューはもちろん新品で、ここをギアやっぱ開けた方がいいですよね。うん、でまあベアリング問題ないと思うんですけど、まあちょっと1回でね、でこれギアオイルって交換するようにできてるんですかね、
なんか見た感じ抜くところが下にあるのかな、触ってもわからない、ないですよね。これ違いますよね、ここにあるのね。これは単にあのこのケースの蓋だもん、あのボルトだもんね。っていうことはないのかな。だからもしかすると分解時、分解してでここにオイル入れるってことですかね。入れるときに 90cc、かな、 0.09ml 入れるっていうことなのかな。ドレンついてないんですよね。それともここ、これ兼用じゃないもんね。見当たんないんですよね。はい。だから、もしかするとない、交換すること想定してない、ね。そんな感じがしますね。はい。でね、かなり減速してるみたいで、こっちから回すとすごい重いの。そう、重いんですよね。まあどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、はい。ということで、あとそうですね、あとやっぱりちょっといろいろね細かいところがあるんで、それをやっていくと結構まだねかかりますかね。あとブレーキ、後ろはまあドラムブレーキなんでね、まあ、掃除はしてグリスもカムにね塗ってありますから、あとブレーキシューを、これも今入ってないです、ちょっと仮で止めてありますから、ホイールを移動するのにちょっと、はい、そうしてあります。なのであと、そうですね、結構ねやることありますよね。でスロットルグリップは新しいやつをね用意してますから、それに変えると、さすがにね古いですからね、で前の方がずっとね握ってたあれですから、新しいのにしてねと思いますが、でフロントもとりあえず仮でホイールつけてあります。外装を入れるのにホイール外さないと入れられないんですけど、ただタンクとあと下側、こっち側を全部、内側を全部つけてからじゃないとつけられないので、ちょっと今仮止めですね。はい。ということで、そうですね、だいぶね形にっていう感じはするんですけど、ちょっとまだまだ先は長いなっていうね気もしないでもないですけどね。はい。